今回は自販機の作り方を教えて。まず、これです。このようなの。ここに1、2、3つけます。そしてここに坂を置いてください。そしてここはこのようになっております。これは、このように2つ置きます。このように。そして次です。これを、まずこれです。これを、これに2つついてますね、四角いのが。ここに刺して、次、これです。これを2つ刺して、このようになります。はい、次、これを刺した、その前に、ここまで。はい、これを刺します。そして、ここに、これを四角いのを1個とこのようになってここに刺します。そしてこれを置いてこうなります。はい、そしてこれをここにやります。はい、このようにやります。はい、そして次です。これを2つあるのをここにやって、そして次この2つあるのをここにやって、最後にこのように四角いのを2つここに差し込みます。はい、そしてあと最後にこのようになってあります。こんなのを2つ用意して、このようなのをこの上に乗っけます。こうなりますね。そして最後はボトル、このようなの3個が入ります。入れます、ここに。そして2つ目、あら、どこ行った、あった。はい、2つ、そして3つ、3つ目はこのようになっておるのおります。刺すときはそーっとやってください、1回。そしてこのようにこんぐらいのがあれば十分ですね。まあ、こんなのじゃなくても、まあ、あればいいんですが。では、いきます。はい。少しやっただけいきますね。次。でも、出てきませんね。刺せば、出てきます。出てきませんね。出てきます。そして、もう一度刺せば、これ。出てきます。トニーノ。では、終わります。トニーノ。バカ、死ね。